はい、皆さんこんにちは、デジーです。今回はですね、ブラビア XR で楽しめるストリーミングサービスブラビアコアについてね、お話ししていきたいと思います。まずね、ブラビアコアって何っていう方もね、いらっしゃると思うんで、簡単にね、説明しますと、ソニーピクチャーズと連携して誕生したブラビア XR 専用のコンテンツサービスがですね、ブラビアコアとなります。これもう簡単に言いますと、ソニーさんがね、提供しているビデオストリーミングサービスとなります。はい。でね、対応機種、いわゆる対象機種がありまして、先ほども言いましたけれども、ブラビア XR をね、購入された方が対象となります。まずね、 4K 有機 EL ブラビアの A90J と A80J シリーズ、そして 4K 液晶ブラビアの X95J と X90J シリーズが対象となります。なのでね、この4機種を買えば無料でね、今現在2022年のね、3月9日現在では無料でブラビアコアがね、楽しめます。でもちろんね、これ2022年のブラビア、まだね、発売も発表もされていませんけれども、おそらくね、ブラビアコア使えると思いますね。ブラビア XR を、ね、買えば間違いなくブラビアコア、このビデオストリーミングサービスはね、使えると思います。ではね、詳しくちょっと説明していきたいと思います。とりあえずですね、ブラビアコアを起動したいと思います。アプリからね、ブラビアコアのアイコンを押していただくと起動いたします。はい、このようにね、かっこいいロゴがね、表示されます。で、最初はですね、アカウントの作成をしてください。これはね、 Netflix とか Amazon プライムビデオとね、大体一緒ですね。はい。で、これがブラビアコアのね、ホーム画面となります。非常にね、シンプルで分かりやすいです。で、大きなね、特徴は4つありまして、まず1つ目なんですけれども、最新映画や大ヒット映画をね、10作品選んで楽しめるということです。はい。これね、どういったことかと言いますと、最大 4K HDR の高画質で楽しめる豊富な映画作品の中からお好きな映画をね、10作品まで無料でね、引き換えすることができます。まあね、10クレジットなんですけれども、ちょっとね、見ていきましょう。今、左下のね、黄色い文字見えますかね。引き換え可能なクレジット数が6ってなります。なのでね、私はね、4つもうすでに購入しています。まあ、購入しているって言ってもね、無料なんですけどもね、1年間無料です。アカウントをね、作成した日から1年間10作品は無料となります。で、どういったね、ものが引き換え可能と言いますと、ここにね、引き換え可能なコンテンツっていうのがあるんでね、ここをクリックすると、いろんな映画がね、もうこれ最新の映画で、もちろんね、4K HDR のね、高画質作品がね、たくさんあるんでね、はい。主にね、4K のウルトラ HD ブルーレイディスクで発売を前提として制作されている作品があります。はい。しかもね、これ最新映画のベノムレッドゼアビーカーネイジも選べるようになっておりました。私もね、購入いたしました。はい。まあね、映像はね、ちょっと著作権の関係でお見せはできませんけれども、これですよ、ベノムレッドゼアビーカーネイジですね。これ確か去年2021年の12月ぐらいに公開されたばかりのやつで、もうね、ブラビアコアではね、高画質で見れることができます。はい。で、2つ目なんですけれども、これはね、ソニーピクチャーズの豊富な映画作品がね、2年間見放題となっております。で、見放題コンテンツもね、このホームメニューから見ることができます。このようにね、表示することができます。まあ、スパイダーマンとかね、いろいろありますよね。はい。で、これもね、
まあ基本的にはね旧作古いコンテンツが目立ちますけれども、アップコンバートされたね作品がメインになっているんで、これもねなかなかの画質で見ることができます。まあねブラビア XR はねもう高画質なんで、もうどの映画を見てもね綺麗なこと綺麗なね映像で楽しむことができます。はい、でもう3つ目ね、3つ目は高画質ストリーミングピュアストリームというものにね対応しております。これはどういったものかと言いますと、まあ簡単に言うとですね、さまざまなコンテンツを 4K のウルトラ HD ブルーレイディスクと同程度の最大 80Mbps の高画質ストリーミング映像をねお楽しみにいただけることができます。これねどういったことかっていうと、まあ、ピュアストリームはね最大 80Mbps の高画質っていうことで、これね数字だけ言われてもねピンとこないと思います。まあ簡単に言うとね 4K ウルトラ HD のねブルーレイディスクと同程度の画質になります。でこれ参考としてね Netflix とかディズニープラスのねビデオストリーミングサービスがありますけれども、このサービスはね Netflix とかディズニープラスなどは約 25Mbps 前後なんですよ。それと比べるとねこのブラビアコアのピュアストリームっていうのは最大 80Mbps なんで、もう数字だけで比べてもねピュアストリーム、ブラビアコアがいかにね画質がいいかっていうのが分かってくれると思います。で最後にねもう4つ目なんですけれども、これはですね最大級の IMAX エンハンスドコレクションにアクセスして、ご自宅でね IMAX シアターのような映画が体験できるっていうことなんですけれども、これはどういったことかっていうと、ここにね IMAX エアハンスドっていうのがねありますけれども、ここをねクリックするとこういったねコンテンツが IMAX エンハンスドとなります。これねどういうことかというと、リマスターされた IMAX 映像と DTS による臨場感のあるサウンドがブラビア XR にね最適化されております。従来よりもねこれアスペクト比の広い映像となりまして、しかもね DTS 音声がね楽しめるっていうのがいわゆる IMAX エンハンスド仕様ということだとなります。これもね当然一部のコンテンツのみになりますけれども、まあ、映画館と同じ感覚で映画をね楽しむことができるっていうやつですね。正直ねコンテンツの数っていうのはソニーピクチャーズのね映画に限られているんでそんなに多くはないです。ただねもう画質に関してはどのストリーミングサービスよりも勝っているん でしかもねブラビア XR をね購入すれば今のところ無料でね、視聴することができるんでね、これブラビア XR を購入をね検討されている方とか、まあ、既に購入しているけどまだねブラビアコアは使っていないという方はねぜひ使っていただきたいです。はい、で3月8日にね発表されたんですけれども、コンテンツのね購入およびレンタル対応もね開始されました。これどういうことかというと、今ねクレジットが10までねあるんですけれども、で私の場合ね4つ引き換えをいたしまして、残りね 6個のねコンテンツをまだ引き換え可能なんですけれども、もう10個ね全てクレジットを使ってしまったよという方のためのサービスが始まりましたね。クレジット残がゼロになったユーザーが対象で、ブラビアコアアプリをね最新のバージョンにアップデートした後 Google プレイ課金とかねクレジットカード決済を利用することで新たにねクレジットの追加が行えるようになりました。はい、ということでね今回はブラビア XR で体験できる
ブラビアコアについてねお話ししていきました、はい、こういったねブラビアのレビューとかいろんなねガジェットのレビューをしていますんで、よろしければチャンネル登録そして高評価ボタンよろしくお願いいたします。それでは。